はい、こんにちは、斉藤直樹です。いやもうなんかちょっと様子がおかしいんですけれども、人数多めでお送りしております。顔見てね、もう誰が誰だか分かったかもしれないんですけども、一応ねお一人ずつ自己紹介をしてもらおうと思います。もうなんかすごいやる気にあふれた、じゃあつくし先生からお願いします。中野つくし明人です。なんか様子がおかしいですけど大丈夫ですか？早く名簿書かなきゃ。いや仕事終わってきたんですよね。次行こう。はい、漫画家の西先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。漫画家の西吉幸です。最近はちょっとセンシティブな漫画ばっか書いてます。まあ、西先生といえば、はい、ジャンプで連載されていた、ね、無女と無女と老人の魔法相談所、はい、いやもうめちゃめちゃ有名な方がなぜかこんなにこう勢ぞろいで、僕めちゃめちゃ緊張してて、ここら辺ねなんかね温度が高いんですよ今。はい、今日はよろしくお願いします。そしてちょっとねこれは驚くかもしれません、多分顔出ししたの初めてじゃないですか。 ほぼ初めてですよね。オンラインは初めてかもしれないです。はい、声聞いたことありますね。はい、イクシーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。我らがどうしたんですか、顔出しして。いやなんか大丈夫ですか？いや別に元々隠してなかったんで、はい、別にいいかなって。今日はよろしくお願いします。こんな豪華なメンバーを集めて今日は何をするかなんですけれども、まだ言ってません。なのでちょっとドッキリみたいな感じになっちゃうんですけども、発表していこうと思います。資料を見るの禁止。プロ漫画家とイラストレーターに急なお題で絵を描いてもらったらどうなってしまうのか。はい、ということで。いやいやちょっとこれが本物のサイト。これが YouTuber。 はい、資料を見ずに絵描くことってあります？全然ないないですか？ないです。ないですよね。いやでもね、世の中のイメージ的にはプロの漫画家、プロのイラストレーターだったら、まあ資料見ずともパッとねこれ描いてくれと言われたら描けるだろうと。まあ描けますよね。かけるだろうというね、本当にかけるのかということでですね、時間制限もありで書いていただこうと、腕っぷしを証明してもらおうという企画でございますよ。何やってんだと。いやちょっと待って、書けない。やるだろうと。本当に書いたことないんだけど。本当に嘘つくな。嘘。いや本当にマジですか。マジです、マジです。じゃちょっとハラハラドキドキの企画になると思うんですけども、やっていこうと思います。そしてですね、今日はちょっとこう準備をしてきてですね、9歳の娘ちゃん、カッチュンって言うんですけども、カッチュンにちょっとお願いをしてですね、ちょっとこういうくじ引きを用意してきました。あら、この中に何を書いてほしいのかがくじが入ってます。なんと、はい、これ1番2番3番っていう風に文字が書いてあると思うんですけども、これを1人3枚取ってもらいます。この中の3枚の要件を満たした絵をですね素敵に書いていただこうという企画になっております。なのでこれからねくじ引きしていこうと思います。じゃあですね、くじ引きをちょっと1人3枚1番から順番に取っていってもらおうかな。西先生から1番、はい、2番そして3番。僕もねまだ見てないんですよね。やばいよ、出たらもう。いやそうだからね、何が出るか分かんないですけど、僕が一番ドキドキしてんだけど。まあ賞賛ですからね、賞賛っぽい何かでしょうね。なるほど、やばいなそれは。僕なんかねふんわり一応指定はしてるんですよ。あ、そうなんですね。1番に、はい、なんか例えばかっこいいとかかわいいとか、なんかそういう、はいはいはい、なんていうのかな、就職誌みたいなやつを入れて、おお、なるほど。で2番にポーズを入れてくれと。はいはいはい、はい、で3番に何を書いてほしいのか、名刺を入れてくれっていうふうに言ってるんです。なのでそれが出てくると思います。でね、これねまだ開かないでください。書く瞬間に開いてもらいます。なるほど、瞬間に。脳もそんな考える気が与えない感じ。そして1人30分でイラスト書いてもらいます。わかりました。はい、まあ1人ずつね書くのがちょっとまどろっこしいので、2人ペアずつねやっていただこうと思ってるんですよ、うん、なのでちょっとこう2人ペアを作っていきたいんですね。でこういう時って何で決めます？グッパー。グッパーいいっすね。小学生以来だ。グッパーって小学生以来だわ。グッパーって言いました。僕なんか山形なんですけど、石っぺらって言ってたんですけど。じゃあ石っぺらで。石っぺら。どうやって言うんですか？石っぺらです。わかりました。いきますか、はい、せーの、石っぺら。はい、石っぺら。石っぺら。あ、じゃあ漫画家 VS イラストレーターみたいな感じになりました。負けられないね。じゃあ先攻後攻どっち行きましょうか。じゃんけんで決めますか。はい、そういうことしましょう。はい、じゃあ英志さんと西先生。あ、最初はじゃんけんっぽい。負けちゃった。どっちです、どっち選びます。これってどっちが有利なんだ。
どっちも知れかけ。でもここは、うん、あえて先行った方が、うん、そうだよね。あこいつがやるなって思わせたい緊張させてどっちにしろやべえ漫画家ってこんなのみたいな、うん、じゃあ先行でお願いしまーす。じゃあ始めていきましょう。はい、じゃあですね、これからこの紙をね早速開いていきましょう。じゃあ1番から開いていきましょうか。はい、じゃあ1番開いて。かわいいな、羨ましい。かわいい、怖いっすよ。怖い、あ、怖い、合ってますよね。二木先生怖いですね。怖い、一先生かわいい。2番、セクシーポーズ。セクシーポーズの内股の、内股の、はい、3番、これが問題ですよね。これですよね。メロメロ。え、俺イケメンなんすけど。うん、先生は可愛いセクシーポーズのメロン。メロン。お願いします。これどうなっちゃうんだ。メロン。私は、先生は、はい、怖い内股のイケメンです。お、イケメン。なんて果物きた。じゃあいきます。30分いきますよ。一本勝負。いきます。30分。スタート。始まったか。ちょっと下書きさせてもらおうかな。ちょっとさせてもらっていいですか。いやでもなんかつくし先生のイケメンってあんま見たことない気がします、ね、やってやりますよ。あーでも結構出てる、出てるじゃん、うん、イケメン。あ、そっかそっか、いますね。つくし先生って女の子っていうイメージがある。ダショウ、うん、ダショウ。あとショタっぽい。そうそう、あとモフモフ。西先生だいぶ寄りそうですけど。うん、そう、セクシーっていうのがね、なんかあいつものじゃんって。あでもすごい、なんかまだ3分しか経ってない、3分しか経ってないのこんなに形になってんの。ほんとだ、すごい。30分いらなかったかな。いやいや、いるでしょ。ください。何言ってんすか、中学でしょ。かっこいい、かっこいいのがいる。それ内股によるんですか。ちゃんと画角に入るの。結構顔でかいですけどね。あの畳みます。鼻ダメだな、もっとイケメンってこんな鼻ダメ。僕、生き死先生の配信見てるんでポーズ上手くなったんですよ。え、はい、それずるくないですか。なんかあと斉藤先生の勉強してるんで、なんか牽制が入ってきました。でもそれ言うと僕もあれなんですよ、あの最近出た単行本の12巻の表紙、直樹の参考書見ながら書いたら。マジっすか。はい、そしたらですね、なんかちょっとお前やりすぎなんじゃないかって言われちゃってですね、ちょっとオセンシティブなのかな、オセンシティブになっちゃってちゃって、はい、でもまあありがとうって思ったら、うん、いやこちらこそ。そんなセンシティブな講座した覚えないんだけど、言われたことを一つ一つ守っていったら。本当ですか、はい、あメロンの紐がめんあ、ごめんなさい、めんどくさくないですよ、そんなこんなね。メロンのね、あの網やみですね。そう、網やみ、このメロンを食った後のやつがここに乗っかってて、あ、大事です、ね、すごいな、これ。ここも、こう、あ、これすごく、これ時間かかるわ、ここで立体感出さないといけないから。面白いな、なんか書いてる人と、これ見てる人の時間感覚絶対違うと思うんですよ。そうそう、うん、そうです。書いてる人って、やっぱこれすごい早く感じる。30分はもうふざけるなっていう速さだと思う。できますか、そろそろ。これ筆ペンありますかね。ますか、筆ペンねえか、まあ、とりあえずこれきついよ、やるしかねえな。やべ、今何分だ。ペン早っ。もうね、迷いがない。早く書かないと。まだあと20分ありますけど、全然このあと色付けがあるんで、はい、色いけないかもしれない。そう、我々はゆっくりいきましょう。でも一応イラストレーターなので、はい、イラスト描かないとまずいですよ。なんかよくわかんない。イラスト描かないとまずい。ごにょそれはそうでしょ。あ、うまいな。いや、なんか漫画ってもうとにかくとっとと終わらすみたいなね、ありますよね。終わればいいんだけどな。そう、つくし先生、それイケメンなんですか。いや、イケてる。いや、イケてますよ、めちゃくちゃイケてる。ここからもうね、吠えが聞こえてきますよ。すごいオーラが。イケてるの解釈。あ、でも怖いが最初入ってたんで、はい、あ、そっかそっかそっか、はい、あ、やばい、内股のイケメンでした。やばい、カラーののになんで家計入れてんの。くせえな、これ。いや、いいんじゃないですか。いいですか。はい、今日ぐらいはいい。テクセ許された。大御所漫画家さんが。セクシーではない。書いてる風景って絶対撮れないですよ。浮かせましょうよ。しかも並んで書いてますからね、これ。先端。あ、ここやります。まあでもちょっとね、ぷっくりさせてはいるんですよ。あ、じゃあなんかあとは色で、あとは色 色でそうですね。いや、これあれですよ、18禁っぽいやつ書いて。 あんまりセンシティブだと、はい、ちょっと載せられなくなっちゃうので、でもセクシー改変をしてください。そうですね、わかりました、はい、ありがとうございます。でもここで載せちゃって斉藤直樹3にダメです。はい。まあ、OK、
やるかみたいな感じで、いやいやいや、いや、ね、年に2回チャンネルバーされる人なかなかいないです。いじめないでください。泣いちゃいます。泣いちゃいます。泣いちゃいます。いや、でも時間的にはあとね14分、だいたい14分ですね。もうじゃあカラーにそろそろ入りますか、うん、そうですね。これ横が気になっても、これ自分の手とかも資料なしと。いいですよ、いいです。あ、それはいいんです。はい、あ、いくしな、ずるい。そう、いつも自分の手を資料にしてるじゃないか。乗っ取るぞ、乗っ取るぞ。あ、でもこれ先に乗ってくれた方が、あ、どんどん、あ、線が引っ張られるやつや。はい、やばい、すいません。やばい、いや、大丈夫です。ドライヤーが最新の注意を払って避けて、避けて、ちょっとあの間、あの中塗るやつにします。ちょっと参考になりますね、人は。そうですね、いや、僕使ったことほぼないんで。あの、これインク補充してもらってもいいですか。インクないですか。いや、ない。大丈夫です。インク51とか大丈夫です。これで、あの、なんとか。でも皆さんの分の肌色がこれだと僕で使い切っちゃうかもしれないし、ね、E00 はじゃあ使わないけど。ごめんなさい、ちょっと使っちゃいました。その人は結構肌濃いですね、多分ね。こいつ絶対肌そんな色で塗らないんで多分大丈夫です。聞いてみます。え、マジっすか、天才。はい、ありがとうございます。生補充を、ね、皆さんお楽しみください。いやね、これ本当はピンセットでこの先を引き抜くんですよね、うん、ただそれだとちょっともう、あの、乾き始めた合図はですね、はいはい、ここがね、ちょっとこう、うん、白くなり始めて、はいはい、これが、うん、だから使わない方をちょっと開けて、うん、こんなタイムトライアル中に補充をするっていう、はい、もうあとはもうある時間でしか塗りません。もうジャンプでやってる頃もそうでした。担当が後ろで、あと20分で終わらせてくださいね。そんなことあるんですか。あります、あります。本当に危ないんで、こうやって補充してます。すごいすごい。知らなかった、初めて見た。コピック補充できるんだ。そうこうしてる間につくし先生がすごい健康的な色を塗り始めました。これ色合ってたことがわからないんですよ。あ、出てきた、出てきた。お、やった、やった。残り7分です。残り7分、お、来た。あー、これ急がないとメロンカラー塗れないぞ。やば、これあと何分ですか。5分30。あと5分です。まだ参る。これが追い詰められた漫画家の底力。いや、これやばいですよね。イラストレーターじゃないですよ、うん、え、すげえこれ。あ、勉強になる。やば、小畑武先生の技ですね。すげえ。いやー、すごいな。小畑先生のコピックの技を目の前で見てたの。小畑さんのところでもアシスタントされてたんでしたっけ。されてました、はい。すごい。されてました、はい。させていただいて。やばいっすね。やっぱアシスタント入る魅力ってそこありますね。そう、プロの技を目の前で見れて、で、どうやってんだろう、これっていうのを、なんか見れるんですよ。結構今、オンラインアシスタントも多いから、はい、やっぱそういうのも、結構いいっすね。これはみんな必見ですね、うん、あ、でもなんかもう塗ってる感じに見えますね。そうなんですよね、うん、で、ちょっと粗いこういう完成度のものなんだっていう風に人に、うん、思わせるためにこのラインを利用するんです。なるほど、パクります。あで、これあの竹の回転の感じを利用すると、はい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 、こう石を持った線になって、まるで緑色のニットンに見えてくる。すげえ。本当だ。本当だ。本当だ。俺も緑のニットしたい。緑色のニットン間に合わないです。ダメか。あと1分30秒ぐらいですか。すごい、もうでも完成してるの。してますね。緑色のニット。ットン10秒です。にしてやった。7、6、5。4、3、先っちょ、2、植物は先っちょが大事。はい、終了です。あー、いや、きつい。なんだこれ。横に、これ負ける。すげえ。そうそうそう、いや、すごいよ、すごい。はい、じゃあですね、イクシーさんと僕、斉藤直樹の会をやっていこうと思いますが、よろしくお願いします。はい、じゃあまずは1番開けていきましょう。はい、ちょ、待って、9歳のボキャブラリーが、うさん、うさんくさい、うさんくさい。僕、癖が強い。ゴロゴロラーメンを食べてる。ゴロゴロしている。これ3番がね、3番が神様。宇宙人。え、イクシーさんは、イクシーさんは、うさんくさい、ゴロゴロしている宇宙人。あ、これいいっす。でもこれ、四角に書くのきついな。僕は癖が強い、ラーメンを食べてる神様。あー、めっちゃ楽しそう。双方よろしいか。はい、大丈夫です。よーい、開始。はい、
これだから出ましたね。どうしようかな。あ、しまった。神様って、神様ね。あ、でもなんか顔だけ描いて、こうやって、うん、あのこれでもいいのか、これ。あ、こうすればいいのか。あ、お得意なやつが来たぞ。ラーメン食べてるし、これならいけるかもしれない。始まった。すごいですよ、サイトのラフから見えるっていうのはね。しかも30分、うん、書いたことないな、本当に。どうしよう。ノンキチ君の方は結構ちゃんと下書きを、ちょっとね、ラフから思い浮かばない。ちょっとこれ、あ、でもちょっと自由変形ないから俺マジで無理だ。自由変形、あの、ついてる。ちょっとこれ移動したいんですけど。ごめんなさい。いいですよ。いや、違う、あの、目を移動したいんですよ。あの、書いたやつを。どうぞ移動してください。切り取って移動したかったんですけど。いや、いつもやってるんで、ちょっとこれできないときついですね、マジ。あ、下に持ってきなかったんです。下が開いちゃった。どうしよう、これ。こういうなんか、こう、窓から覗いてるみたいな。あ、いいですね。あ、ラッキー。宇宙船の窓から。僕にもアドバイスください。今のめちゃくちゃありがたいですね、もうちょっと。癖が強い。いやいや、もうそこから完璧じゃないですか。いけますか、大丈夫ですか。はい、いきます。絶対箸を持つ手をかくまいっていう決意が。結構太くないですか、箸は。箸はかきたくない。そうです。いっちゃいます。はい、もう25分。あ、5分過ぎましたね。はい、もうペン入れてる。ちょっと俺の手邪魔なんだけど、これどうしたの。もうさっきから面白い。あ、なるほど。あ、しまった。やべえ。普通の耳にしちゃった。やべえ。まあいいや。やばい、終わっちゃった、これ。どうしよう。うさんくさいからいいか。あとで。え、手、何にもなしで書いたの初めてかもしれないですね。こんなに挙取ってるイクシーさんを見れるとは。こんな天才2人が。慌ててる。これどうやってんの、これ。先生もすごい。いや、無理でしょ。確かに、ちょっと食い方の癖が強いな。ゾバーってやってますね。神様っぽい。これ歯で送ってますよ。歯で食う。歯で送ってます。いや、この癖の強いっていう、これをどう表現するのかめちゃめちゃ迷った、挙句これです。食い方の癖が強いですね、はい、本当に。まあ、これ下手したら麺吐いてるみたいな感じになってます。キラ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 。脳内資料でここまで茨をかけるわけ。かぶって茨ってどういうのでしたっけね。そうなんです。わからないです。この茨のね、この感じ、この向いてる方向とかが。脳内資料が相当豊富ですね。茨を見たことがあんまりないですか。20分も切ってるけど、もうすでに線画は、うん、やっぱシルエットがガチッとこう見えてくる感じ。さすがイラストレーターさんですね。もう煽ってる。いや、僕コピックマジで使ったことないんで、ほとんど。どんな色出るんだろう。普通の色が大体正しいんですけどね、うん、あ、だいぶ濃いですよ、うん、ジャンプ用とかで見たもっと薄いやつだよ。アナログ本当にガチガチの初心者なんで、早くここから抜け出したいみたいな。思ったよりなんか思った色出ないです。これね、でもね、うん、乾いてから、あ、そうなんですか。乾いてからその色になるんですよ、実は。あ、なるほどね。うん、いや、それ想像できないな、どうしようか。例えば斉藤先生はもうずっくり端までぴったりと、うわ、ほんとだ。え、違うのこれやり方合ってますさっきどうやってやってましたっけ。そっか、こうやってたの。石井先生、あ、これか。まさに斉藤先生、確かにこれやりますよね。面を裂いてる感じが、うん、本当ですか。はい、なんか目のぐらいやらないとって、いつも言ってますもんね、添削でも。はい。よく。そうか。聖なるラーメン。聖なるラーメン。あえて白を抜くことで、ちょっとこう光ってるラーメンにすればいいんだ。これで、あ、うまい。癖が強いがラーメンにもかかるってことですね。あっという間にアイデアを絵に反映させてますよ。やるな。ありがとうございます。ありがとうございます。これでも色塗るの結構ね、楽しいですね。ダメ。確かに楽しいぞ。あっという間に手書きにも慣れて、楽しいとか抜かしてやがるといいね。ダメー。あー、やっぱりイラストレーターさん、時間内に仕上げるという。計画性っていうんですかね。非常にこう安定感がありますね、うん、褒められてますよ、イクシーさん。いや、ありがとうございます。いや、俺なんですか、これ。本当に褒められてるんだ。いや、イラストレーターはね、もう締め切り守らないと終わりなんで。守ってなかった時もあるんですけど。なんとかなるそうです。あと何分だろう。
9分。あと9分です。あ、間に合いそうですね。これはよかった。これ書いてると変な汗で書いてきますね。そうなんですよ、水分が抜けるんですよ。うん、やばい。これがこう、あ、ホワイト、マジでホワイトになりますね。ホワイトになります。ポスカはすごい乗るって、あの夏目さんちの源さんに習ったんです。ポスカいいっすね、はい、色ついちゃった。僕もでもあのさっきの西先生の髪の毛の塗り方しないと。大畑先生の技がパクられていく。僕にも大畑先生をください。意外とこう思い切りよくやるのがいいんですよね。あー、ほんとだ。こうやってスッスッてやると、こうやって外側つけるとキャラクターっぽくなる。ストレーター。5年も残ってんのに。イラストレーター VS 漫画家みたいになって。おのれイラストレーター。おのれ漫画家。普段嫉妬しているからね。まあ嫉妬してますね。嫉妬してるというか、まあ、そう、遠いの、いいなーって感じ。あー、もうができた。もう終わるんだ。みーちゃん、何て書いてるの。みーちゃん、何て書いてるの。パソコンって言われる。そう、漫画家面白いぜ。紫だと見えないの。あ、ブラックは上に寄せると。お、見えます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 。紫です。いや、思ったより白く見えちゃいますね、でも、本当に。あと2分59秒ですけど、もういいや。もう勘弁してください。ちょっともう、あと黄色、黄色ぐらいになるか、押しよう。3、2、1。終わりです。終了でーす。ありがとうございました。すごいこれ、めちゃめちゃ疲れるこれ。はい、ということでですね、作品が書けました。はい、ちょっと一人一人ね、作品の解説をお願いしたいんですけども、じゃあまず西先生からお願いします。はい、これは可愛いセクシーポーズのメロン、はい、見せてもらっていいですか。メロンということで書きました。はい、ちょっとメロンそのまま書いてもセクシーじゃねえだろうと思って、はいはいはい、擬人化いたしまして、うんうんうん、メロンちゃんという。いや、めちゃめちゃ可愛いんだけど。描きました。いや、すごい。いやー、でもね、ポーズとかもね、普段イクシー先生の配信を見たり、斉藤先生のめちゃくちゃ褒めてくれる動画で勉強して持ち上げてくれる。さっと嬉しい。構図もポーズも完璧に描けました。いや、でも後ろから見ててもうすごい、もう最初から3分ぐらいで完成度 見えてましたよね。ラブが良かったです、うん、そんなに。いや、こんなに早いんだと思って、いや、さすが漫画家さんだなってめちゃめちゃ感動してました。そうですね、はい、なんか良くないっていうのはなんか共感念があるんでしょうけど、うんうんうん、まあなんか絵面をさっさと作るから、うん、まあこれ見て、これこのちょっとだけしかこのメロンのこの質感を描いてないんだけど、ここでもう全体的にこう見せていく、この省略の仕方やばい。ありがとうございます。です。もうなんか技術をいろいろパクらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。徳地先生、お願いします。私ですね、はい、こちらはですね、怖い内股のイケメンです。一番きつかったかもしれないですよ。これはこれやばいよね。これはまあそのままですね、怖いかどうかはちょっとあれなんですけども、でもやっぱりあのイケメンってこうだと思うんですよ。これちなみにポーズは どんな感じですか。こうなってるんですか。あ、これはそうですよ。あの、これやっぱりあの今日来る時もちょっとお腹痛かったんですけど、ギューってこう、そうですね、ちょっと電車の中でお腹痛い時はこんななるんですよ。まあね、イケメンも、うんこを我慢しててもイケメンはイケメンだと。そうです、うんこを我慢しててもイケメンはイケメンです。なんで繰り返すんですか。じゃあイクシー先生、お願いします。僕はうさんくさいゴロゴロしている宇宙人、だからちょっと寝そべってる感じに、最初全身描いてたんですけど、ちっちゃくなりすぎたんで、ラブ描き直して、あれですね、光の加減で見えないですけど、結構顔面紫になってるんですけど、寝そべってる感じがギリギリ出てるから、手を置いててって感じです。いや、これめっちゃ可愛いよ。可愛い。この手がね、いつもあの資料見ずに描いたって感じですよ。あ、そうだ、いや、もう資料いつも見てるんで、まさかなしっていう、あと僕アナログで全くほぼ描かないから、ほんときつかったですね。でも久しぶりのアナログがって感じですか。いや、久しぶりって僕絵描き始めた頃からデジタルなんで、あ、そうか、ほぼほぼ描かないです。じゃあ、あんまり描いたことない中で、はい、今日はじもう初めてに近い感じで描いた。ほぼ初めて、あの、なんで他の時、例えばあのなんか差し入れとかで色紙描く時は、僕一回パソコンで書いて、はいはいはい、それはあのカーボン紙って分かります。あれでトレスしてるんですよ、自分の。どうし、だから2回やってるから、ほとんどマジで何もなしで書いたのこれが初めて。
だから、はい、だからもう今日あのお題を発表された時に一番ね、多分キョトってましたよね。俺、やばい。本当にマジで初めてガチで。はい、でもまあ形にはなってよかった、いや、そんな中めちゃめちゃ可愛い、ね、はい。ありがとうございます。で僕が、はい、これです。癖の強いラーメンを食べている神様。ということで、これ癖強をどこで表現しようかと思ったんですけど、まあ、ラーメンを何も使わずにね、あの食べてるっていうところで、食べ方の癖が強い神様にしてみました。まあなんか見方によってはラーメン吐いてるみたいな感じになってるんですけど。すごいアイデアがね、さすがだなって。綺麗だね。キャッチーなんですよ。ありがとうございます。先生とかやっぱエクシーズン見ててすごいキャッチーなんですよ。そうそう、でもうね、すごいなってやっぱ思いました。悔しい。みんなポイント思いました。いやでもなんかね、アナログ僕もあまり慣れてないんですけど、そうですよね、こういうなんかその、うん、なんかこのポスカでちょっとこう重ねていく感じ、重ね塗りしていく感じがすごい楽しいなと思って、うん、あ、なんかアナログいいなと思いました。はい。なんか飲んだ方でちょっと楽しかった、ね。楽しかった、楽しかった。なんか楽しそうにどんどん飲み始めて、すごいですね。ということでですね、今日の企画は資料見るの禁止、プロの漫画家とイラストレーターに急なお題で絵を描いてもらったらどうなるのかということで、結果は、まあ、なんだかんだ言ってめちゃめちゃそれぞれねすごい楽しい絵ができて、しかもなんかもう本当にプロだなって思いました。あの30分の中でこんなね、なんかそれぞれ各々めちゃめちゃ楽しい絵を描けて、いや、さすがプロって感じでしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、半ばドッキリみたいな感じだったんですけど、完全にドッキリですよ。はい、西先生、なんか今日どうでした？楽しかったですか？楽しいっていうか、もうすんごい油汗かきましたね。もうあの夏、この夏いっぱい全部分は足してもかけない油汗でした。はい、いや、なんかちょっと話すだけだと思ってたら、いや、俺もそう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 、色紙あるじゃん。もうそんなわけないじゃないですか。漫画家とイラストレーター呼んだらもう何か書かせると言うしかないんで、はい、ありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。鈴木先生はどうでした？楽しい。楽しかったですか？楽しい。なんかあの、何も起こらないはずはなくと思ってたんですよ。うん、なんかあるだろうと思ったんですけど、ちょっとあの、やっぱ救済士の感性に触れることもできて、めちゃめちゃ。うん、僕あのこれ、これはね、くじはお題がね、はい、お題のくじもこれ持って帰るんで、はい、他何だったの？そう、ちょっと見てみたらいいですか？ちょっと見てみましょうか。あ、そうだ、テカテカな。何テカテカ、テカテカな。これ来たらやばかったの。ガニ股、内股あったからね。なるほど、ガニ股のカエル。いや、危なかった。これやばいよ。これ待ってくださいよ、これカエルっすよ、これテカテカなガニ股のカエル、ただのカエル。でもこれ来たらマジでやばい。もう本当にやばい。カエルはやばい。これじゃなくてよかったですね。エイクシーさん、どうでした？どうでした？いや、最初、いや、何言ってたこいつみたいな。俺アナログとか書けないんだけどみたいな。でもまあ、なんとか形になってよかったですね。でも楽しかったです、最後の方は。あ、よかったよかった。最初は本当にドキドキしてましたね。うん、いや、俺だって結構人前で喋ることとかもあったんですけど、はい、あっちよりドキドキしました、ね。いや、なんか僕もちょっとこの企画、はい、まあなんかいけるかな、面白いかなと思いつつも、はい、ここでこれやりますって言って NG 出されたらどうしようと思って、ちょっと今日はドキドキしてました。ですよね。はい、いや、30パーぐらい NG だちょっとマジで書けないんでみたいな。ここまで来てましたよね。来てました。いや、結構一番最初に NG ないですかって聞いてきましたよね。はい、で、何もないですよねって言っちゃいましたもんね。うん、あ、ちょっと確かに忘れてた。そう、 NG ないって言ったから、現地取ったぞ、よし、いけると思ってね、思い切ってやってみました。まあ、NG は出せないですよ、この状況で。まあでも、結果的にね、楽しくて、はい、うん、めちゃめちゃ大成功ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。これからね、あの、3人で僕の行きつけの、あの、居酒屋に移動してですね、やったー、打ち上げをしていきますので、失った水分を、はい、皆さん、取り戻せ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今回描いたこちらのイラストを抽選でプレゼントしちゃいます。概要欄に応募フォームの URL を記載しましたので、必要事項を記載の上ご応募くださいね。応募の締め切りは2023年9月24日いっぱいとなっております。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。なお、色紙の発送は現在僕が顧問を務めさせていただいている株式会社ビビオンの原石様にご協力いただいております。原石では毎月様々なイラストコンテストを開催していて、次世代のクリエイターの原石を発掘、活躍するチャンスを増やす活動を行っているサービスです。
さまざまなイラコンがあって楽しく参加できますので、ぜひ概要欄の URL よりチェックしてみてくださいね。